キャンピングカー1月にかかる費用は36,700円。北海道の熟年夫婦我が家の場合、 1500cc のキャブコンで車両本体旅にかかるお金は別として、かかる費用をまず1年間で出してみました。車を持ってるだけでかかる費用、自動車税 24,400円、重量税 12,300円、車使うならかかる費用、自動車保険、自賠責保険が 17,450円、任意保険が 126,720円、車検はだいたい 75,000円と見積もり、使うほどかかる交換が必要になってくるもの、タイヤ代10万円、サブバッテリー代5万円、コーティング代3万円、エアコン洗浄5,000円、家電の交換代は含めず駐車場代は0円で、ここまでのトータル44,870円。12で割って1月36,739円、約36,700円。本編動画あります。チャンネル名はドーミ夫婦です。